皆さんどうも、山竹です。先日投稿したこちらの Google Play のギフトカードの、使い方の動画ですね。こちらで使ってたこの5000円分のこのギフトカードがですね、今現在ですね、この自分の手元にその動画の時のこの5000円分の Google Play カードがあるんですよ。あの Google Play カードなんですが、発売したのが本当につい最近の1月の頭とかなんですよ。そこでですね、発売を記念して、Google さんの方でイベントというかプレゼント企画をやってたみたいなんですよ。まあここにはまさかと思う人もいると思いますが、実はですね、今回そのプレゼント企画のキャンペーンに応募してみたところですね、ドーン近いなこれだと。見てください、なんとですね、ネクサス7が当たったんですよ。いや、俺こういう検証ね、当たったこと今までなかったんで、マジテンション上がってるんですよ。まだ開けてないんですけど、今までね、こういうのってね、当たるもんじゃないと思ってたんです、正直言って。でもですね、今回当たったので、はい、こういう検証ではね、当たることがあるんだということをまず知れてよかったですね。でですね、はい、早速ですが、この、佐川急便ですね、佐川急便から送られてきた、この袋の中にネクサス7が入っているみたいなんで、早速ですね、開封していきたいと思います。開封にあたってですね、カメラの位置を、カメラというか、はい、iPad ですね。iPad の位置を移動させていただきました。さあ、では早速ですね、こちらの、佐川急便の袋を開けていきたいと思います。さあ、よいしょ。はい、ということでですね、プチプチに、包まれた、見てください、このプチプチ越しに、少し、あ、こっちか、少しね、読めるんですが、ネクサス7、とうとうやってきちゃいました。やばいですね。では、早速プチプチから出していきたいと思います。うわぁよし、あ、こっちも取って。よし。プチプチは後でね、もう、絞るんで。はい、ということで、ネクサス7です。中にはですね、まず、ご当選おめでとうございますという、はい、文章が書かれたですね、紙が1枚入っておりました。そして、こちらが、ネクサス7の箱ですね。早速開けていきたいと思います。いくぞ。あ、逆だ。普通にこっちに絵柄があったから、こっちが表なのかと思ったら、こっちが、いや、違う、熱さ。ごめん、そう。はい。じゃあ、早速ね、開けていきたいと思います。よいしょ。はぁ。はぁ、光った。反射しちゃったけど。はい。とうとう姿を現しました。ネクサス7です。よいしょ。はぁ。ん？あ、こっちが画面か。ごめんなさい。こっちが画面でした。もうこれ、ネクサス7って入ってるけど、袋でした。はい、裏面が。こっちか。こんな感じですね。いやー、マジテンション上がるんだけど。こちらの、コンセントから USB で充電できるやつですね。それと、マイクロ USB ケーブルが入っていました。じゃあ早速ですね、このままじゃ使えないんで、ペリペリしていきたいと思います。いくぞ！あんまりペリペリしてなかったな、これ。あ、いいね。そのペリペリの音が好きなんで、これぜひペリペリになればいいなと思ったけど、剥がすときはやっぱペリペリですね。はい！うわ、超綺麗なんだけど。あ、やばい。あ、後ろの本棚が映ってますが、気にしません。はい。ですね。こちらがネクサス7ですね。綺麗ですね。まだ画面つけてないけど。それではですね、1時間ほど充電をしてみたので、早速ね、電源ボタンを押して電源を入れていきたいと思います。はっ。おー、Google。来たー。うわ、めっちゃ眩しいんだけど。めっちゃ反射するんだけど、まあいいでしょう。Welcome!はい、じゃあこっからね、設定していきたいと思います。はい、ということで Wi-Fi の設定と Google のアカウントの設定などをしてきて、とうとうですね、使えるようになりました。タッチの反応はですね、すごい良好です。それでですね、まだ正直ですね、何にもアプリを入れておりません。ということでですね、あの Nexus 7を使っている方や Android を普通にスマホで使っている方でもよろしいので、ぜひね、おすすめのアプリというものを教えていただけたら嬉しいなと思います。あとは、このネクサス7を使って、
やってほしいこととかありましたら、リクエスト、コメントの方でよろしくお願いします。例えばカメラの画質はどうだとか、生放送をした時の画質はどうだとか、音質はどうかとか、それぐらいの、簡単な質問でもいいので、何か質問ある方はコメント欄によろしくお願いします。ということでですね、今回は検証のネクサス7が当たったという話の動画でした。はい、それでですね、僕普段生放送やツイッターの方よくやっているので、よろしければね、はい、コミュニティ参加や、チャンネル登録、またですね、ツイッターの、フォローお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では失礼します。